うっし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 っ。そこに隠れているのは誰なの？出てきなさい。我が輩はドラキュラマリンじゃ。お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。わかったわよ。今作ってあげますから、おとなしく待ってなさい。平成最後のハッピーハロウィーン、イエーイ。はい、ということで、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、ちょっとこんなイラストネタからちょっと始めてみたんですけれども、はい、ハロウィーンの季節ですのでね、ちょっとケーキ作りをしようかなと思うんですけれどもね。はい、実は、かぼちゃを使おうと思って準備してたんですが、ちょっとね、やっとちょっと撮影の時間が取れて、いざやろうとしたらちょっとかぼちゃが日付が経ちすぎていて、ちょっと傷んでしまっていたので、ちょっと、使えない状態でした。ですので、急遽でちょっと申し訳ないんですけれども、ね、かぼちゃじゃなくて申し訳ないんですけれども、昨日届いたばかりの新鮮な枝豆を使ってね、シフォンケーキを作ってみようかなと思います。はい、ということでですね、はい、材料を紹介を今からやっていくんですけれども、で、シフォンケーキを作る上での注意点が一つあります。で、もう私の前回のシフォンケーキの授業とかね、ご覧になっておられる方はもう耳にタコができるぐらい、もう聞いとるわボケって感じでしょうけれどもね、今回初めて見に来てくださった方もいらっしゃるかなと思いますので、はい、もう一度注意点を言っておきたいと思います。はい、卵白と砂糖を合わせてメレンゲを作る工程があるんですけれども、そのメレンゲを作り終わるまで絶対に油分、サラダ油とかねは、触らないでください。どうしてかと言いますと、卵白に油分が混ざってしまうと、もういくら頑張っても泡が立たなくなってしまいますのでね。ですので、もう一番最初に、この卵白と砂糖ですね、これをやるという感じでお願いしたいと思います。で、今日はですね、ちょっと、まあ、その前に枝豆ペーストをね、作る工程から始めていこうかなと思うんですが、枝豆ペーストを作って、またね、ちゃんと石鹸で手を洗って油分がついてない状態にしてから、卵白砂糖を、ね、順にやっていきたいと思います。ので、まあ、ざっと黒板の汚い字で申し訳ないんですけれども、ここで材料紹介をしておきたいと思います。はい、で、まず A の材料ですね。卵黄4個分、砂糖 40g です。で、 B が、卵白、メレンゲの材料になりますが、砂糖4個分、あ、すみません、間違った卵白4個分、砂糖 30g です。ちょっと間違えましたね。はい、すみません。卵白4個分、砂糖 30g です。で、これを、一番最初にやるということですね。で、次、牛乳 40g、40ml ですね。それから、薄力粉 70g、ベーキングパウダー 3g、サラダ油 20g。で、今日はですね、まず枝豆ペーストをちょっと作ってみたいと思いますが、枝豆剥いた状態のものが 70g ですね。で、それからちょっとフードプロセッサーを使ってペースト状にしていこうかなと思いますので、少しね、水分がないと回らんと思います。ですので、牛乳を 20g ぐらい使ったらいけるかなって感じですので、ちょっとね、これでやってみたいと思います。はい、でちょっと。言葉を噛んだり言い間違いがあったりでちょっと分かりづらかったかと思いますが、随時、材料紹介していきますので、パート1ではじゃあ枝豆ペーストを
きたいと思います。よし、はい、ではですね、枝豆ペーストの材料でございますが、フードプロセッサーですね。私はこれ YouTube でやるの初です。でこれ枝豆の、むき身むいて、薄皮までむいてありますが、こちらをここに入れましょう。ならいけるかな。はい、ちょっと待ってね。で牛乳がこれちょっとだけ入れたら回るかなと思いますのでね。はい、これでいってみましょうかね。そしたらしょ、この位置でいけるかな。でこれ危ないので、きちんと準備がね整ってから電源入れるようにしましょうね。何時で見えるかな。お子様が作られる場合はお家の方がね一緒に見ていてあげるということで、このような調理器具を使いますのでお願いいたします。はい、ではここしっかり押さえて回していきましょう。わお、すごい。だけで、つぶつぶかな。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや。どうだろう、ちょっと粒があるぐらいでいいかな。うん、ちょっと粒があるぐらいでもいいでしょうね。これでじゃあやってみましょうかね。はい、もう少しだけ回して、よいしょ。でですね、枝豆ペーストが、よいしょ、はい、こんな感じで完成いたしましたので、これをね、生地に混ぜていきたいと思います。はい、ではそれではですね、ちょっとパート1は一旦ここで終わりにして、パート2準備が整ったらまた、撮影再開していきたいと思います。それでは一旦終わります。見てない？こんぐらいね。こんな感じです。